次は実際に縄を使って飛んでみましょう。最初に前回し飛びをしてから二重飛びをする練習です。今度は実際縄を使って1、2回目までは普通の、ね、前回し飛びをして、3回目に二重飛びをチャレンジしてみましょう。ちょっと一回やってみせますんでね、ちょっと見ててね。はい、1、2、ね、これだけね。縄は手を大きく回しちゃうとうまく回らないから、この辺でね、親指を使ってぐるぐるっと回してください。じゃあ一回やってみようかね。せーの、1、2、3。せーの、1、2、3。惜しい。このように自分で1、2、3と口で言いながら高くジャンプするのも効果的です。縄は手首で回して体もまっすぐ真上に飛ぶようにしましょう。